会議資料をサクサク切り替えたい。オンライン会議で議論が盛り上がっています。ペンギンさんに発表の順番が回ってきました。ここでペンギンさんが画面共有を試みますが、うまくいきません。せっかく議論が盛り上がっていたのに、進行が止まってしまいました。課題1、設定や操作が煩わしい。画面共有できるように設定してもらいましたが、何か様子がおかしいです。課題2、見せるつもりのない内容を共有してしまう。簡単そうに見える画面共有ですが、意外と多くのトラブルが発生しています。そこで、シャープのオンライン会議サービス、テレオフィス。事前にアップロードした資料が画面に表示されます。発表権を取って資料を選べば、参加者全員に表示されますので、簡単かつ確実です。PC 上の不必要な画面が共有されることもありません。やっぱりシャープのオンライン会議サービス、テレオフィス。見せたい資料をスムーズに間違いなく表示できて安心。ありそうでなかった機能が満載。詳しくは概要欄へ。